こんにちは。いい天気ですね。ええ、いい天気です。晴れた日は日差しが強すぎて目が疲れるのが困りものですが、太陽の匂いはやはりいい。部屋にこもっていると忘れがちな、万人に平等に与えられた自然の恩恵というやつですね。じゃあ、これから例の城に。どうして転生なんかを。一個体として生き続けた方が簡単だし、何より人に迷惑をかけないでしょうに。それでは限界にたどり着くからですよ。人間の近く、全能への道には果てがない。どれほどの超越者になろう、上には上がいる。例えば埋葬機関にいつの間にか混ざっていたシスターですね。彼女はサバトによって悪魔化し、高次元の感覚を得たことでこの次元では全能になったといいます。ですがそんな彼女ですらまだ物質に縛られている。
校に行くよ。秋葉はもう済ませてる。いえ、四季様に合わせるとの仰せです。今日一日は兄さんをお立てしますので、ご心配なされずにと伝言を受けたまわっております。はあ、まあうちのご当主様の政策が突拍しないのはいつものことか。あいつ理路整然としているくせに説明なしで結果だけ口にするから厄介だよな。失礼ながらそれは四季様の不注意によるものかと。秋葉様の言動は突然に見えて必ず予兆、いえ原因があるものと存じます。そうだな、これからはもっとうちのことに目を向けるよ。翡翠のこともちゃんと知りたいしね。はい、四季様のご信頼に応えられますよう日々努力いたします。おはようございます、四季さん。やっぱり昨夜は無理させてしまいましたね。ごめんなさい。琥珀さんですよね。おはようございます。昨日はその、四季さんのおかげでなんとか間に合いました。いえ、慣れない買い物をするものではありませんね。お屋敷のお菓子では受けが悪い、今風のお菓子を買い込みに行きましょうと張り切ったものの、まさか輸入専門店があんなに大きいとは。琥珀さん、目がキラキラしてましたからね。でもあっちの菓子って独特っていうか極端っていうか、控えめに言って大雑把ですよ。琥珀さんが作ってくれる和菓子の方が何倍も。何をおっしゃいます、
あんな真っ青なケーキ、私にはとても想像できません。無邪気な子供心のままクレヨンで描いたようなお菓子の大行進に、私創作料理意欲を刺激されっぱなしだったのです。そうなんだ、それは良かった。そうなんですよ。ほら、例えばこれを見てください。どう見てもクッキーの包装なのですが、パッケージの写真はバターケーキなのです。そしてなんと表示されたカロリーは8000キロカロリー。どういうことなのでしょう。たった500円の山積みになっていたお菓子一つで8000キロカロリーですって。それより琥珀さん、さっきの子どこの子ですか。秋葉のやつ、親戚筋はみんな追い出したって言ってたけど。はい、さっきの子と申しますと。いや、見なかったならいいんです。食堂に行きましょう。俺お腹がペコペコで死にそうです。四季さん、食堂はこちらですよ。すぐ時間なのにお出かけになるのですか。いや、別に。おはようございます、兄さん。昨夜はお疲れ様でした。初歩的な会計士の仕事でしたが、私もいい復習になりました。おはよう、秋葉。でも、勉強を教えてほしいという文言で呼び寄せておいて、うちの会社の内情を叩き込んでくるのはやめてほしい。あら、あんなものはまだ末端も末端です。とりあえず、日々私がどれだけの数の書類に目を通しているのか、理解していただこうと思いまして。ですが、それもあとしばらくの辛抱です。兄さんが高校を卒業してくだされば、私の負担も減るんですから。ところで、兄さんは南国のホテル経営などに興味はおありですか。ないよ。
兄さん、何か気になることでも？そんな目を細めて立ちくらみでも起こしたみたい。いや大丈夫、いつもの品。おかしいな。いや、それより朝食にしよう。その後はどこかに出かけようか。せっかく祝日なんだから、たまには4人で外に出て、その後に。せっかくのご提案ですが、屋敷の外に出る必要はありません。もうじき乾さんたちも来ますし、パーティーはここと中庭だけで十分でしょ。秋葉、パーティーって。もうしっかりしてください。今日は兄さんの誕生日じゃないですか。午後になったら語学友の皆さんが遊びにいらっしゃると聞いています。私も同席させていただきます。弓塚さんでしたか。クラスメートとのことですが、どのような方か直接確かめておきたいので。いやすげえわ。外もやばいけど中はもっとやばいわ。一泊100万クラスのホテルですわこれ。しかもこの中庭の広さはどうだ。この屋敷だけでも敷地の1割とか。あっちの方に見える森には何があるんです？森には特に建物はないはずだけど、東屋があるくらいじゃないかな。あれだけの土地を使わずに放置ですか。これが真の豊かさなんですな。そして秋葉ちゃんの美貌も素晴らしい。ご尊顔は拝見しましたがね、全く化粧してなくてあのレベルって本当やばい。しかもまだ成長期でございましょう。20歳まで戦闘力がどこまで上がるか想像もつきませんね。それで弓塚さん、うちの兄とはどの程度の交友関係なのでしょう。兄は部活動もしていませんから、教室の中だけの関係であることは間違いないでしょうが。は、はい。遠野君とはですね、今は念願かなって同じクラスなんですが、実は中学校時代からの知己というかですね、放課後もたまにバイト先で一緒になったりして。はい。兄さんったら、学生の分際で
私に隠れてアルバイトですか？違います。私がアルバイトしているファミレスにたまに遊びに来てくれるぐらいというか。まあ、あの朴念人の兄さんが自分から特に用事もなく弓塚さんの働くレストランに。皆さん、お茶のおかわりはいかがですか？はい、いただきます。なんか不釣り合いなお菓子ですね、それ。ああ、突然俺たちレベルの格安品が転がり込んで消えがった。これに目をつけるとは、さすがは四季さんの語学友。お目が高いと言わざるを得ません。そう、このバターケーキのようなものは、なんと地球の裏側からやってきたお菓子なのです。すごいんですよ。まず読めない。読めないよね。外国のお菓子の説明って。ちょっと待って、今のツボすっげえツボ。どうなってんだよ殿。妹さんは絶滅寸前の和風美少女で、お手伝いさんは天使揃いとか、最高かよこの屋敷。いやあ、雨雲が出てきましたね。皆さん、今の方に戻られます？そうね、まだ屋敷も案内していませんし。翡翠、皆さんを遊戯室に案内してあげて。かしこまりました。乾様、弓塚様、どうぞこちらに。2階に士官にご案内させていただきます。でもま、元気そうでよかったよ。変に気を使うまでもなかったね。いい家族じゃんか、どうな。うん、素敵なお手伝いさんとすっごい妹さんです。でもみんないい人でよかった。じゃあ先に行ってるね、遠野くん。ああ、ありがとう、二人とも。どうしたんですか、兄さん。そんな怖い顔をして、こんなに楽しいことばかりなのに。ああ、だってここには先輩がいない。
そこをどいてくれ、アキア。早く元の場所に戻らないと。座ってください、兄さん。この屋敷にいる限り、あなたは今のままでいられるんです。わざわざ自分からもう死んでいるという現実に目を向けるのですか？それはやだな。というか、なんで先輩だけいないんだよ。先輩さえいれば、俺だってこんなに早く気がつかなかったのに。それは無理な話です。だって、その人と知り合ってしまえば、兄さんは。四季さんは？四季様は。もうこの屋敷に帰って来られないのですから。そっか、やっぱり死んでいるのか、俺。はい。ですが、目覚めることはなくても。ありがとう。でも、ここにはいられない。先輩が待っている。約束しているんだ。俺は、こんな上等な、温かな自分の夢より。呆れます。本当にいつも人のことばっかりなんですから、兄さんは。それでもまだ意識を手放さないのか。もう自分は死んでいると受け入れたんじゃなかったの？いいじゃないか。もう休んでしまえば。当の四季は考えられるおよそ最善の行為を行ったんだ。それとシエルを天秤にかける余分なんていらないよ。そんなことをすると、さっきみたいに自分の夢さえ否定することになる。うん。夢から覚めてしまった四季だから、ここは四季以外のイメージはありえない。なんだ、少しは頭が働くようじゃないか、当の四季。勘違いはしないでほしいな。ロアは完全に消滅した。この体にロアの意識はない。君の意識もまた残留しない。君は、完全に命を終えたんだから。
夢にはね、完全な虚像というものはないんだ。どんな作り話に見えても、結局はその人間が得た知識の延長のものでしかない。だから、君がさっき見た夢にも真実はある。例えば、うん。本来ならそれが当然の帰結だからね。呼吸もできなくなっていた体。半分焼けていた体。それはもう死んでいると言うんだよ。今この瞬間は、そうなる前のわずかな隙間だ。この夢が覚めてしまえば、君は起きることのない昏睡に戻って、夢を見ることさえできなくなる。さあ、けど他人のことなんかより自分のことを考えた方がいいんじゃない？悪いことは言わないから、もう一度目を閉じるんだ。それで今度は覚めないように努力するといい。そうすればまた幸せな夢を見られる。今は幸福について考えろよ。いいかい？目を覚ましてしまえば、君は夢を見ることさえできない機関の集合体になっちゃうんだよ。それならここで夢とも夢ともつかない夢に沈んでいた方がいい。君は今までよくやった。シエルっていう人もかわいそうだけどね。君も僕も悲惨なものだったじゃないか。だからこれぐらい美味しい夢を見てもいいと思うんだけど。そんなのさっき君自身が言ったじゃないか。夢から覚めたんだから、ここには四季以外のイメージはないんだって。だとすると、僕はきっと。こんな形をしているんじゃないかな。失礼だな。君だって子供だろうに。だいたい年齢だって一つしか違わない。当の式は9年だっけ？僕は8年近くあったんだし。そういうこと。今まで廃棄物っぽくそこで捨てられてたんだけどね。君が同じところに落ちてきたから声をかけたんだよ。あ、でも別に僕は君と別人ってわけじゃないぜ。僕らはあくまで一つの名前に住む現象だからね。たとえ君が忘れていたとしても、君はもちろん僕の延長である式だ。ただ僕の場合は君の土台ではあるが過去ではないから、廃棄物ということになってしまう。ま、そのあたりは神器臭い話だから置いておこう。目を覚ますのはやめておいた方がいいっていう忠告だよ。当の式の現実は、一生病院のベッドで意識不明のままというリアルだ。その状態に覚めてしまえば、君は夢を見ることさえできなくなる。肉体の維持は機械がやってくれるだろうけど、脳はまともに機能しないだろうからね。それは死だ。生命としての死ではなく、意味としての死だね。そんな状態になることはない。どうせ目が覚めても現実に生きられないのなら、ここで現実を夢見ていてくれた方が僕は嬉しい。どうだろう。現実に覚めて意味としての死を迎えるか、ここで自分だけの夢を見続けるか、どっちにしたってあんまり変わりはない。現実に覚めて死んでしまえば、こんな風に悩むこともなくなる。幸せというのなら、きっとそっちの方が何倍も幸せだろう。けど僕は君に夢を見てほしい。僕らは同じ名前でありながら、見られる夢が違うんだ。僕の見る夢はね、大抵はあの日の出来事か、8歳までの出来事だけなんだ。それはそれで楽しいのかもしれないけど、
そこには四季の未来がない。例えば大人になって好きな人ができて毎日を忙しく生きていくといった未来かな。僕の現実、僕が知り得た知識、そこから想像できるであろう未来はとても狭くて救われないものばかりだから、そういったものを想像することさえできない。けど君の夢は違った。君にとっては当たり前の風景も僕にとってみれば輝かしい風景なんだ。それこそ夢にまで見たっていうやつだよ。もっともさっき言った通り、狭小な僕の人生じゃこんな素敵な夢は思い浮かばないんだけどね。ああ本当に素晴らしい。君になくて僕にあるものなんて、家の庭で猫と遊んだ記憶ぐらいさ。ほら、さっきまでの絵空ごとがどれほどいいものか分かっただろ。なら目を閉じればいい。君が自分だけの夢に我慢できないんなら、僕も少しは手を貸そう。君が忘れてしまっている昔の出来事を提供してもいい。僕たちがお互いを騙そうと努力すれば、それなりに幸せな夢を見られるさ。気が乗らないみたいだね。やっぱり冷めてしまうと目を覚まそうとしてしまうものなのかな。けど君の現実は終わってるんだよ。確かに夢に見る現実なんて本当の現実に比べるべくもないものだけどさ、それでも頑張れば少しぐらいは幸せになれるんだから。バカだな。幸福なんて自分だけのものにしておけば簡単なのに、他人のことまで考えるとね、いろいろと難しくなっていくんだよ。その結果、何が良くて何が悪かったかさえ見失ってしまう。事実、僕も君も何一つ悪いことはしなかった。なのに結果はこうだろう。ほら、四季はそういう人間なんだ。奪われてばかりの人生だから、誰かの幸福なんて欲しがっちゃいけないんだよ。夢が終われば何もないかもしれないのに。そう、それじゃあお別れだ。放っておけなくて手を出したけど、今さら僕は必要なかったみたいだね。でもまあ楽しかったよ。僕は将来あんな生活を送れるんだっていい夢を見せてもらえた。僕だって気持ち悪いよ。でもこうしないと渡せないんだから仕方がないじゃないか。いくら同じ自分だって言ってもね、ここまで別れてしまうと触れ合うイメージが必要になってくるわけ。そういう君は形ができ始めてるね。さて、それじゃあこの辺でお別れだ。僕は君のことを忘れるから、君も僕のことは忘れてくれ。今さら当の式以前の式になんて戻っても意味がないんだ。ああそうそう、彼女のことだけど僕も気に入ったよ。君が自分よりあの人が大切だっていう意見には賛成する。けどな君、それだったらもう二度とつまんないことをやって泣かせたりするんじゃないぞ。
ナ君、私のことわかりますか？もちろん。その泣き顔は初めて見るけど。はい、私生まれて初めて嬉しくて泣いています。そっか、それはまた貴重なシーンに立ち会えました。君と3人で遊びに行くんでしょ。ですからいつまでもこんな風に膝枕されてる暇なんて本当はないんですよ。そっか、じゃあいい加減起きないとって言った。ダメです。復元できているのは最低限の箇所だけですから、あと1時間はそのままでいてもらわないと。先輩、矛盾したこと言ってるって分かってます？はい、そうみたいです。その遠野くんが目を覚ましてくれたから私どうかしちゃってます。けど参ったな、あと1時間もこのままだなんて退屈だ。ごめん、このままじゃ何かと疲れるだろう。先輩、地面にそのまま寝かせてくれると助かるんだけど。言ってるんですか。私は好きでこうしているんですから、これぐらいのわがままはさせてください。それにですね、こうしていれば遠野くんにしてもらえるかなって。あ、俺も今はそうしたい。とりあえず、おはよう、シエル。はい、おはようございます、遠野くん。
もうちょっと眠らせてくれないか。どこか適当な物陰にでも置いておいてくれればいいから、授業が始まったら起こして。わかりました。それじゃあこのまま私の部屋に連れて行きますけど、それでいいですね？それはちょっとまずいんじゃないかな。いいんです、今日はサボタージュしちゃいましょう。どのみち遠野くんには聞きたいことがたくさんあったんです。先輩、保健室でいいから先輩の部屋に行くのはやめよう。却下します。遠野くんには私がいない間、アルクエイドと何をしていたかを教えてもらわないといけませんから。体も使徒になりかけのまま戻らないようですし、その対策もしないといけません。まあ、の秘跡が通じやすくなったので私にとっては大変都合がいいのですが。すみません、今言葉を濁したところをはっきり口にしてくれますか？さて何のことでしょう。と、やはり日差しは辛そうですね。すぐに移動します。まだ日が昇ったばかりですし、急げば人目につくこともないでしょうから。先輩、だから保健室でって。うわあ！そうだよな、シキ。何か言いましたか、遠野くん？はい、どうやったら先輩に名前で呼んでもらえるかなって考えてました。ここぞという時でいいので、バッチリ決めてくださいね。もっともっと好きになりますから。
でしたか。そんなの簡単です。というか言いたいです。じゃあ言いますよ。言っちゃいますからね。長い夜は終わり、街は鮮やかな夜明けを迎えました。宗谷での吸血鬼事件は幕を下ろしましたが、彼と彼女の戦いはまだまだ続いていくことでしょう。そう、幾度となく太陽が昇るように物語は今も回り続けるのです。月姫シエルルートエクストラエンディング、いかがだったでしょうか。失ったものはなく、輝かしい未来を約束された文句なしのハッピーエンド。このエンディングで物語を締めくくられたこと、私も大変嬉しいです。失ってる。両手に花枝じゃにゃかったのか。にゃんだよ。結局金髪美少女が負ける流れはナバレエンドと一緒じゃんか。そこは仕方ないというか、でもあれだけ長く活躍したんですから、出演時間的には文句ないのでは。まあラスボスとしての活躍でしたから、長いほどヒロイン力は下がっていましたけど。シッ、ノーマルエンドで同情なんてするんじゃなかった。シエル応募、シエル亀裂、シエルインダー、
これが教会のやり方か！でもおかげで一大スペクタクルな展開になりましたし、皆さんの満足度も上がりましたよ、きっと。それに私、交代状態のアルクエイドさんも可愛いと思いますよ。やっていることが旗迷惑なだけで、行動原理はいじらしくて共感できるものでしたし。マジでいい？そっか、実は私もそうなんだよね。やっぱ月姫の顔なだけあるっつうか、パーフェクトなヒロインは何やっても強いっていうか。猫がバカで助かりました。にゃんにゃんにゃん、よせやい、そんなに褒めるなよ。今夜抱いてやってもいいんだぜ。では改めてご挨拶を。まだ他に見ていない展開、見ていないエンドはあるとは思いますが、月姫ア・ピース・オブ・ブルー・グラス・ムーンはこれでグランドフィナーレとなります。物語の最中、あえなく退場してしまった遠野くんを助ける Q&A コーナー、教えてシエル先生もこれにて終了。今回が事実上の最終回です。ゲーム中の登場人物であれ、物語であれ、何かがあなたの思い出になってくれたのなら、これ以上の喜びはありません。ここまでのゲームプレイ、誠にありがとうございました。それではどうか今日も良い一日を。私は納得していないけどにゃ。最終的にもう一度私がヒロインになる新アルクルートをできると信じて。